はいどうも、セブンナイツおじさん、シロッコでございます。あとね、一週間ほどで、名前が帰ってくるんでね、頑張りたいと思います。それまでの間。はい。で、今日は何の話しようかなっていうと、セット装備の話をしたいなと思ってます。で、セット装備、数字がね、いろいろこう、増えてきてるじゃないですか、振れ幅とか。で、この数字に関してはあんま気にしなくていいのかなって思ってて、最大値の数字だけ把握して、まあ、それ以外はいらんという感じで割り切っていいのかなと思います。はい。なので、よし。どっちがいいかな。そう、右一覧。未装備。で、やると上に上がってくるんで。例えばなんですけど、これ今解放銃してやるんですけど、ここの虫眼鏡タップすると、どのぐらい、不可能力で上がってるかっていうのがわかるんですね。で、116上がってますよ。で、これ276なんで、計算すると160でマックス値ですよっていうことがわかる。でもこれクリティカル率はマックスじゃないんで、まあ、サブですかね。うん。で、これが弱点攻撃の最大値ですね。でも弱点攻撃率は 1% 足りないと。で、印象的にはやっぱり印象がね、出にくいなっていうふうに思っております。なので、敏捷の 21% で、攻撃力の最大値を、まあ、意識するのが、まあ、一番いいのかなと思っております。で、これ個人的な意見なんですけど、弱点、クリティカル、反撃、ブロック、こちらに関しては、オプション値が最大じゃなくてもいいんじゃないかなと思っております。攻撃力、魔法力、防御力、が、最大値であれば、まあ、1、2% は誤差なのかな、というふうに思ってます。なので、これ、一番上のやつ、闇の破壊者の憤怒、これが、解放銃にしてあるっていうことですね。うん。これがね、解放銃にしてやると480とかいくんで、もう実際、レイド装備の、同じぐらいか、それを超えてくること、ケースが多いんで、まあ、なかなか使えるかなと。サブ武器としては。うん。もっと使えるようにするには厳選しないとダメですけどね。再解放とかで最大値を探していくっていう。で、俺、ロックかけてるんですけど、ロックかけたら素材に出てこない、素材として出てこないんじゃないかなと思ったんですけど、出てきちゃいました。この話したかったんですけど、ちょっと残念ですね。ちょっと運営さんの方にね、ちょっと問い合わせてみようかなと思ってます。はい。宝石も厳しいね。うん。で、俺ね、宝石の周回見つけたんで、まあ、それもちょっとお話できたらなと思っております。まあ、一周じゃわかんないと思うんで、まあ、2、3周やろうかなとは思うんですけど、で、あと、これか。かじゃねえや。これも最大値なんですけど、これの振れ幅が40まであるんですよね。だからこれも、再解放で。例えば12のやつを再解放。あ、ダメだ。ない。これとか4とかしかないね。これ再解放で、いけと。4か12になりましたと。あんま変わんねえな。40までいくのかな、これ。と。8。8。全然上がんねえじゃん、これ。面白。え ?8? でも、下がることもあんのかな。あ、下がった。4になった。あ、やべ、適用しちゃった。まあいいや。魔女の戦法。
あ、これは結構高いぞ。いけ。イコール。そんなこともあるんだ。おお、28、結構上がりましたね。これが多分やみつきになってしまうんでしょうね。下がっちゃった。キャンセル。武器とかに関しては結構簡単に手に入るじゃないですか、武器と防具に関しては。なので厳選はもう結構しやすい、しやすいっつったら怒られちゃうかもしれないですけど、どっちかというとまあやりやすい方なのかなっていう。魔女の傲慢はないか。魔女の傲慢は最大値ない、なさそうだな。魔女の傲慢ないな。これがね、わかんないですよ。一番最初に手に入れたやつなんですけど、プラス振っちゃってわかんなくなっちゃったんですよね、これ。いや、最初プラス振らなきゃできないのかなって思ったんですよ。そしたら違ったんですよね。あ、これ最大値だけど、ブロックは 22% か。どうやら前、バグだったみたいですね。武器に防御力がつくとか、そういうのは。ブロックリス 2%。防御3パー3。あ、聖女の希望で最大値、あれ最大値じゃないかこれ。あー違った。結構がっかりしますね。魔女の傲慢に敏捷マックスあるんだ。これどうだ、これマックスだ。これぐらいだったら俺使っていいと思うんですよね。ただし、聖女シリーズで、これが必要かって言われるとちょっとわかんないっす。なんか特徴生かしてやっぱり取んないとダメですよね。そこら辺の厳選のも大変だなとは思うんですけど。あ、これ最大値だ。解放。あ、ない。宝石はね、全然ないっすね。宝石は確か青宝石が40だったっけな ?30 か。で、一人だから300。で、攻撃力も60。攻撃力は60。うん。まあ、宝石、あとね、これお得情報なんですけど、宝石あるじゃないですか。この宝石、頑張って結構手に入れられるんですけど、ちょっと宝石だけ。これ、なんですけど、素材にすると、30% 上がるんですよ。いらないやつあったら、解放させるだけじゃなくて、星6宝石を上げていくのにも、使えますね。で、ここまで来たら、あとは、1で上げてもいいし。うん。これはすごい便利。ギルメンが気づいて教えてくれました。宝石は、やっぱりなかなか、マックス値出ないんで、なので、まあ、それで厳選し、
まあ、いらないのは、まあ、宝石がプラス、星6のプラス5までいってなければ、先に宝石使ってもいい、宝石に、錬成に使っていいと思います。精錬か。で、最後に、ほぼワンパン攻略を、ちょっと、できたので、見せして終わりにしようかなと思います。こう、宝石が一番大変なんですけど、このパーティーで、スキル2発で、いけます。まず、ユキで弱点攻撃ダメージが上がって、ジョーカーで、ダメージ量が上がって、ジュフィーで弱点攻撃率が 60% 上がって、クラハンで、40% ずつだっけ。クラハンで 40% ずつだっけ。50% ずつですね。で、スニッパーで、攻撃力が60上がると。60% 上がると。で、スニッパーに弱点装備を2本装備させて、さらに、凍結対策の凍結リングだけつけます。で、これで、感電、ジョーカーのおかげで感電しなくなるんで、スニッパーが、動けなくなることはなくなります。さあ、行きます。で、まずは、免疫剥がしのために、光の拘束ってください。1、2、で、これで、3、4、5。あ、これ、5なのかね、わかんないけど。で、クラハンが攻撃して、こう物理攻撃しかいない。これクラハン攻撃入ったら、死刑宣告。で、ワンパン。でございます。で、敏将の順番は、ユキクラハンにしてください。そうすれば、これでできるんで。28秒。イエイ。出ないんで、でも。で、ついでに他のダンジョンをやりますか。全部スニッパーでいけるかっていうと、防具だけはパスカルがいいかなと思ってます。ここはね、回数免疫ないんで、これでワンパン。で、防御のところだけ、パスカルに変えて、パスカル、装備してるね。さっきね、スニッパー装備してなくてね、びっくりしたんですよ。で、こいつ魔法しか通らないんで、通ったところを見たら破壊の魔人使ってワンパンという感じでございます。で、これ結構集めやすいキャラだと思うんで、レベルマックスじゃなくてもいいし、30秒だったら死ぬことないと思うんでね。はい、ぜひ、お試しあれというわけで、ルール、あ、シロッコでした。お疲れ様です。